あの、私をベンジスに案内してくれそうな人を知らない？ベンジス？何しに行くの？長年ご無沙汰の友達に会いに。へえ、ベンジスって賑やかな街なんでしょ？私も行ってみたいな。でも、クリスおじさんが往復するとかなり時間がかかるって言ってた。クリスおじさんって？クリスおじさんはここで婚姻をしてるんだ。でもいつもベンジスで面白いものを買ってきてくれるから、私おじさん大好き。一緒に連れてってって頼んでもおじさんは危ないからダメって言うの。私がもうちょっと大きくなればいいのかな。記録、容疑者クリス。君、ハガードの人なんでしょ？ええ、何か用？いきなりで悪いけど、俺たちを助けてもらえないかな。高山病のせいでみんな追い詰められてるんだ。そう、私たちも調査は進めてる。でも感染の拡大を防ぐには人の出入りを調べる必要があるの。最近ベンジスに行った人物に心当たりはない？ベンジス？俺みたいな一介の行員が知るわけないだろう。外部との取引は全部ジンさんの仕事だ。はあ、みんな一攫千金を夢見てここに来たのに、これじゃ揃いも揃ってのたれ死にだよ。おい、そう、そこのお前だ。新入りか？あのさ、近頃鉱山の様子がどうも妙なんだ。採掘の時に神様のたたりに触れたって噂だぜ。だからよ、このお守り買わねえか？安くしとくぜ。ハガード特製のお守りだ。効き目は保証する。それでも安心できないなら他のも見せてやろうか？ほら、これ開発されたばっかりの新薬だ。高山病は治るわ、予防にもなるわで、ベンジスのお偉いさんにも大評判だ。お、最近行員たちに配られた薬ってこれのこと？そうだ、ジンさんとこにももうほとんど在庫はないそうだ。今買っといた方が安心だと思うぜ。じゃあなんでベンジスでも売ってるの？そりゃ販売ルートは多い方がいい。ぐちゃぐちゃ言ってねえで、買うのか買わないのかどっちだ。ただちょっと不思議だなと思って。どうして感染者のいないベンジスで薬を売る必要があるの？お前一体。あ、ジンさん。ジンさん？ジンさん、どうしたんだ？クリスが逃げました。やめろ、やめてくれ。話せばわかるって。その薬は一体何なの？白状しなさい。わかった、わかったから。薬は確かに俺がベンジスに売った。でも俺はただの使い走りだ。誰に雇われたの、ジンさん？まさか、ジンさんにバレたら殺される。ギルスさ、売った金の3割をやるって誘われて、つい。薬の入手ルートは？ギルスはなぜ薬をベンジスに売らせたの？それは直接あいつに聞いてくれよ。俺が知ってることはもう全部話した。俺だって怖くてそんなこと聞けねえよ。言っておくけど、ギルスに告げ口でもしたら。わかったよ。今日のことはなかったことにする。
ギルスが言ってた受け渡し場所はこの辺りのはず。こいつだ、かかれ。しまった、罠だわ。逃走しました。ミアは見張りに失敗しました。ミア、何があったの？アイダの子が鉱山に侵入してきました。ギルスが連れて行かれるのを止められませんでした。ギルスのやつにまんまと騙されたわ。サザンビーチに行ったらアイダの子に襲われたの。これからどうすればよいのでしょう。少なくともギルスとアイダの子が手を組んでるってことははっきりした。ひとまずフランツさんに報告しましょう。そら今揃って不調だね。ギルスに逃げられたのはもう知ってる。俺の方も大した収穫はなしだ。それとアイダの子がアストラ島で妙な動きをしてるとの情報が入った。近々大波乱が起きそうだ。鉱山の件は君だけが頼りだ。俺はミアと一緒にアストラ島に戻ってアイダの子の動きを調べてみる。ミア、君は喧嘩はできないけど地形については俺より詳しい。それにシェルターの事情にも通じてる。アストラ島よりここの方が心配だ。ギルス逃亡の件はジンさんももう知ってるはず。俺たちのターゲットは彼の甥だ。ジンさんの協力を得られなければこれからの仕事がやりにくくなる。でもまだジンさんの立場がはっきりしない。直接甥を引き渡せと頼んだらやぶ蛇になりかねない。彼に薬の製造地を尋ねてみるといい。ハガードとの決裂を回避したいという思惑があれば協力してくれるはずだ。薬の開発と製造はギルスの担当だ。その線を追えば何か発見があるだろう。とにかくここは君に任せた。くれぐれも用心してくれよ。どうかお気をつけて。ミアもできるだけ早く戻ってきます。殿、ギルスの件では大変申し訳ないことをした。私の監督不行き届きで余計な面倒をかけてしまったね。今度改めてお詫びをさせてほしい。行員に配った薬の大半を回収し、服用した病人たちにも専属の看護人をつけた。まったくお恥ずかしいところを見せてしまったよ。ジンさん、薬の製造状況を調べさせてください。アイダの子が関与した理由を知りたいのです。薬の開発と製造は
我々の重要な研究拠点であるエリア4で行われた。私はギルスに監督権を与え、全てを任せていた。まさかそこまで信頼していた甥に裏切られるとはな。すでにエリア4からの連絡は途絶えた。どうやらアイダの子の手に落ちたようだ。調査はくれぐれも慎重に進めたまえ。場所を教えてください。エリア4は鉱山の頂だ。貨物用エレベーターを使えば直接上層部のデッキに行ける。エレベーターが正常に動いていることは私の部下が確認済みだ。それと無理を承知で頼みたいのだが、ギルスの行いは許されることではない。だがあんな奴でも私の甥だ。どうか。わかりました。私が欲しいのは真実だけです。ギルスの身柄をあなたに引き渡します。徳士殿、寛大な処置に感謝するよ。道は塞がれてしまった。上に重要なものがありそうね。上に行く方法を探すか、それとも戻ってジンさんに聞いてみるか。アイダの子にエリア4の入り口を封鎖されました。他の行き方はありませんか。ほう、ギルスのやつ私に背いて上にどっさり秘密を隠しているようだ。エリア4は建設当初、秘密保持と安全性に配慮して一箇所しか出入り口を設けなかった。ギルスはその点をよく理解しているはずだ。だが入り口を封鎖したとなると、残念だが無理やりこじ開けるしかなさそうだ。あるいはハリムに頼ってみてはどうかね。あいつなら君を上へ送り届けてくれるはずだ。だがあの性格からしてただというわけにはいかない。あいつが報酬を求めてきたら私の方にツケを回してくれ。元はといえば身内の不始末だ。私にも責任はある。ならば私はここで君の帰りを待っているよ。おお、やっと来たか。アストロナジーは十分堪能したから返す。ハリムさん、一つお願いがあってきました。お願い？もちろん構わんが、高くつくぞ。金は持ってきたか？ジンさんが払ってくれるそうです。へえ、随分気前がいいじゃないか。
それなら話が早い。それで俺に何をしろと？エリア4に入りたいのに入り口が塞がれて困ってるんです。他のルートを探してもらえませんか？エリア 4？ ああ、あの山頂の怪しいとこか。よし、来た。ここにエアモビリティがある。これで飛んでいけば一発だ。むやみに触るなよ。こいつはまだ調整も終わっていない。お前が真っ逆さまに落ちるとこなんか見たくないからな。絶対に触るな。お前が落ちたって構わんが、俺の宝が壊れたら大変だ。着いたか。ドローンを戻らせないとな。やっと衛兵をやり過ごしたわ。あたりを見てみよう。また制御台に触ったのは誰だ？またお前だと？誰か侵入者だ！見ちゃいけないものを見たんだ。生きて帰れると思うなよ。そいつを逃がすな。俺の傑作を起動してやる。お前のために用意したんじゃないが、余計なことに首を突っ込むとどうなるか思い知らせてやる。
これってモンスターの。Thank you.